はい。明けましておめでとうございます。今日はね、Windows 10その3使い方初心者編をお送りしたいと思います。中級の方もね、今日のは特別にやるものなんで、ぜひ見てください。お正月特別版その3、初心者も簡単にできる使い方をご紹介していきたいと思います。では始めたいと思います。今日はですね、なんと、こちら、現在のこの画面をスクリーンショットで撮る方法ですね。どういう風にすればいいかと言いますと、初心者の方でも簡単にできます。Windows マーク、キーボードの左下、ファンクションボタンの横にあります、Windows 10のマークを押しまして、その後、F12 の右横に、プリントスクリーンというのがあります。キーが。上の方ですね。上の段の F12 の横あたりに普通キーボードにはついております。それと一緒に同時押ししてください。するとこういうふうにシャッターを切ったような感じで画面が一旦暗くなります。そしてどうされたかというと、この現在の画面がなんと PC を開けましてピクチャーを開きます。そこにスクリーンショットというフォルダができて、その中に今撮った写真がこういう風に入るようになります。で、これをダブルクリックしますと、こういった画面になって、編集と作成からいろんな効果を作ることができます。初心者の方はまだまだね、この辺は、試してみないと難しいところもありますが、これで描写を選ぶと、これで描写ができます。こんな感じで。はい。自由に字が、これ今、マウスで書いております。開けましてと。はい。おめでとうみたいな。マウスで書いてるんでね、ちょっとこう書きにくいんですけど、これがね、タッチ画面式のやつとかで、Windows 10だとそのまま書くことができますね。手で書くこともできるし、特殊なペンで書くことができます。一応ね、マウスでこういうふうに字が書けたりできますのでね。そして保存です。すると保存することができます。コピーを保存ですね。はい。保存しないで移動するときは OK です。というふうになって、こういうふうにスクリーンショットが取れます。また編集と作成でさっき言ったようにいろんな効果、アニメーション効果や音楽入りのビデオを作成したりすることもできますので、ぜひね、やってみてください。こんな感じで。はい。まだね、順を追ってね、初心者コースなんでね、まずスクリーンショットの撮り方というところで、あとは文字の入れ方、これですね。トリミング、これフィルター効果などを追加するにはこれですね。一番上。これでトリミングとかを、はい、こういう感じで、はい、作成することができて、回転とかできます。この辺面白い機能なんでね、お正月のあたりに試してみてください。お正月休みにね。はい、もう一度いきますよ。ダブルクリックして、使える編集と作成を開きまして、描画、編集と描画。この2つからまず始めてみることです。他にもいろいろできますが、まずはここを使い慣れると。いったところです。で、削除はこれですね。はい。で、削除。で、これで削除されます。はい。で、PC をダブルクリックして、スクリーンショットを開けると入ってませんね。フォルダは空になっております。ピクチャーの中のスクリーンショットは今空になっております。もう一度やりましょう。この画面取ります。Windows マーク、キーボードの下の Windows マークと、このプリントスクリーンを同時に押します。はい、シャッターを切った感じで画面が暗くなりました。すると PC の、はい、スクリーンショットの中にこういうふうに綺麗に撮れるといったものです。どの画面も撮れますよ。自分が見てる画面を撮ることができます。もう一枚やってみますね。で、これが私の、はい、ラピスガルトの Facebook ですね。ここを撮りたいときは、Windows マークとプリントスクリーンを、はい、今、同乗しました。さて、入ってるかどうか。はい、ここに入ってます。こんな感じで、見事、はい、スクリーンショットが撮れました。他にね、撮る方法もありますんで、またそれは次回お話ししたいと思います。初心者向けのスクリーンショット、PC で撮る便利な方法、キーボードの Windows マークとプリントスクリーンを同時押しで、その画面がキャプチャーできるといったものになります。では、皆さん、これにて今日は終わりたいと思います。新年第1弾の今日は特別編、その3をお送りしました。では、またです。さよなら。